通常動力型潜水艦の艦級である。東急は対戦線のためのハンターキラー潜水艦として設計され、フランス海軍は東急をスース・メリンズでシャッセと呼称した。先進的な探知装置と静粛性を兼ね備えており、第二次世界大戦時の U ボートの影響を受けた。小型で目立たず静粛性の高いアレテューズ級の主要な任務は、 沿岸部と海峡における対戦線だった。艦暦の終わりには乗組員の練習艦としてフランス海軍潜水艦部隊の設立に貢献した。同級の武装は4門の艦首魚雷発射艦であり、4発を発射艦に装填し、手前に4発装備することで8発の単魚雷あるいは機雷を搭載することができた。同級はシェルブールで建造されると常に 地中海を本拠地として運用された。管歴はメルス・エルケ・ビールに始まり、その後トゥーロンへ配備された。アレテューズ級は第二次世界大戦後におけるフランスの潜水艦再建の大きな一歩であったが、特殊化と大きさによる制約で建造数は限られ、より多目的で大型のダフネ級潜水艦がフランス、パキスタン、ポルトガル、スペイン、 南アフリカの海軍向けに建造された。全艦がシェルブール兵器工場、アーセナルでシェルブールで建造された。ありがとうございます。